とにかく信じる信じないはご自由だけども信じるべきです。後ろを振り向け、向いてはいけないと。後ろ、あの山まで逃げていくべきなんだけども後ろを振り向いていけないと言った。言われたらその通りにせればよかったのに、ロットの妻はまだそれまで住んでいた町だったから後ろを振り向くくらいはと思って後ろを振り向いてしまった。その瞬間潮の柱になってしまったんです。これが皆さん伝説のように聞こえる人は本当に残念なんです。これは伝説ではなくて歴史的な記録であろうと信じますでしょうか。アーメン。歴史的な記録なんです。そして潮の柱となって振り向いただけで皆さん
好みが結構ある。そうだね、なんだろうね、それ。ここだけ、ここ。ここ。大きな現象でしょうね。うん。好みが出る。大きな現象でしょうね。うん、そうだろうね、なんか空気が。だから、目方は一緒なんだよね。目方は一緒、キログラムも同じ。でも、潰すとなんか重く感じる。これね、9月23日からだから、だから約1ヶ月半は大変だったよ。だって分かんないのよ。道が分かんないでしょ。いや、地理。初めてだから分かんないから、上野にその公園にいるから、まず初めは僕がしたことはね、あっち行ってこっちを地理、東西南北分かんないでよ。だから、毎日毎日したことは、一回は上野からこうまーすぐまーすぐまーすぐ歩く。で、そのまま帰るよ。まーすぐまーすぐ帰る。そうすると分かるね。ほんで、また今度よそ違うとこからまーすぐまーすぐ行って、今度まーすぐまーすぐ行って。それをだいたい2週間ぐらいやってな。道でも、例えば幹線、例えば信号が長いとか短いとかいうのもあるし、このそっちへ行くと信号がないとか、傾斜があるとか、みんな頭入れなくてね。でもね、我々アルミ缶集める人、暖房屋集める人、まだね、まだ精神はね、まだいいと思うよ。というか、我慢できなくて、死んじゃって、これしちゃって言って、みんな死んじゃったりみんなするそうじゃない。僕でもね、俺はね、こんなこと言ったらなんだけどね、クリスチャンだから。で、毎日毎日ね、この中にあるけど、新約聖書、旧約聖書読んで。ね、イエスとかはね、もう僕はさ、惨めな格好、何しても毎日すごく可愛がってくれる。で、朝起きるでしょ。仕事行く前に必ずお祈りするでしょ。アルミ缶いっぱいお祈り。焼きはいらない、3.4
ってことだよね。200キロぐらいあるかも感じな。キムちゃんの先上がる。キムちゃんの先上がる。いいお湯の中に上がる。キムちゃんの先上がる。落ちくらい入ってたから邪魔にならない。何キロあった？重いので壊れてるの。壊れて壊れて。200キロぐらいの今いいんだろ。これ全部ってこれ55キロぐらいあるんだよな。150キロまで測れっから測ってみた。随分目が見えるか。54.3。あった受ける走る。これ売ったのか。ひどいな。キロ83円だね。ぐらいったんだ。高すぎるよ。高すぎる。高すぎるって。高すぎる。からもうみんな知ってたんですか、それともなんかそれ、もうみんなバラバラだったけども、だん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 ってグループになって6人グループ。はい、そうですか。それもう4年、5年付き合ってるんですよ。だからみんな払ってくれてるから、お風呂行ったり毎日のように遅れてなんかできるし。ああ、そうですね。食べ物もだから皆さんほら言っちゃうけど、路上生活の人だったらみんな拾って食ったりなんかするでしょ、うちはそういうの一切ないから。そうやっぱみんな働いてるから、みんなでこの協力して、買って食べ、作って食べたり、もちろん電気は、まあ、電池とかそういうものを使って。そう電池とかなんかね、ちゃんともうこういうラットなんかこういうの持ってて、みんな他の人見ると寒いんじゃない、暖房だけで寒いんじゃないって言うけど、中はもう毛布から絨毯から布団から何からあるから、うん、暖かいですよ。会社もいいとこだから。そうですね、中心といえばものすごくなんか、アパート借りたら大変なもんだよ。大変だけどね、やっぱみんなでほら住所が何人来てたから、どうしてもそういうアパート借りるさってね、住所もなきゃ死ぬそういう保証人みたいなのが諦めるでしょ。だからこういう生活だったらね、自由にあれだし、まあそうですね。中にまだ入ってんの、まだ新しいの、ほらね、ほら全部これ全部照射するじゃん、ほらほらね、5800のね、ね、これ全部これ新しいの、全部ここに入ってんのね。だからね、ゆっくり歌ってね、もうほら、何よ、何よ、ここで、あ、ここ、あ、そうだ、あ、いいよ、じゃあ、普通いいよ、拭いとけ、拭いとけよ、拭きなさいよ、大丈夫、大丈夫。これでも全部新しいの貼ってるしね、ね、だからあんなの一着ダメだったって、ね、星がないのよ。タオルね、そうだよね、ね、炭は炭、これからの生活、これからの生活ね、暖かでみじみじみだって、そしたらこんなホームレスから増えるわけねえんだから、みんなね、あの、死んだみじみじみ、これはね、だからね、やめなってこれやってるわけだ、ね、やっぱしね、あの、メイツのね、
なんとかだった昔のおふくろ言ったら忘れてたけど、目が一番肝心なのよ。これ13日に出すから来てください。そしたらびっくりするのがあるから。ミンクの毛があるから。そうミンク、一匹の、あのミンクがね、一匹のやつでこう、繋がったやつね。ね。色、色変わったの。それ全部やりますよ。出しよう。俺はこれだ、こうだ。ほら。背中全部ここまで生えてるんだよ。うん、これもそうだ、これ、ほら、ほら。これ、ね。ね。よく取って、ね。ね。過去は過去。現代は現代や。過去の裏を振り回してたら人間何もできないでしょ。ね。過去は過去なんですよ。これだって預かってんの、国から。ね。この、こういうのは、ね。これ持ってる人いないですよ。ね。これ今日ミスあの、ミスター初めて。これだってね。自分でもポンと押すわね、ポンと来るしね、そういうあれだから、これは虫だってね、いいもんじゃないですよね、ね、お互いにこうやってる人には、俺はね、あの、もう、なんとなく人がいいからね、嫌だってもいいしね、ね、断るっていうのは自分でね、いやましい、心に、ね、いやましいことあるからね、あの、パスに止まって、顔がうずすないでって言うのよ、ね。いやもし心なかったら、あ、どうぞって、何でも聞いてよって、ね、協力するからって、そうなんですよ。もう重大で責任が重いと述べて、榊山被告に懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。またこの事故では、トレーラーの50歳の運転手も業務上過失致死傷の罪に問われ、懲役2年6月2年8ヶ月が言い渡されました。先月、茨城県の日立港で北朝鮮の貨物船が座礁した事故で、茨城県は今日から船から国民の海外を撤去する際に始めました。先月5日、日立港の防波堤の波越しブロックに座礁した北朝鮮の貨物船には、フルタイヤを細かく切ったタイヤチップ、およそ5000メートルの積み荷が残されたままになっています。茨城県ではタイヤチップが海に散乱すると周辺にあるアワビなどの漁場から消費されました。これ500円だよ。今日からタイヤチップの撤去を始めました。ね、撤去作業はまだね、この上に設置した大型のクレーンに使っています。あれ、火でも全部かかるよ。戦争から500円だから。ね、こういうのもう1週間慣れちゃったらやめられんね。もう普通の生活には戻れない。戻れね。俺も子供がいんのよ。ああ、それだから、ああ5人俺子供いて、5人四国にいんのよ、うん、連絡も何も取れねえ、もう住所も何も知らねえし。あ、もう全然、もうずっと全然関係ねえ、うんうん、四国にいることだけは知ってるっていう、それぐらい。いや、親が他の男と一緒になったから。あ、そうなんだ、うん、別れるって、お前は別れるって言われちゃった。ここで俺は子供が5人いるから子供を連れて行ったもんな。こういうのもらったやつは嬉しかったんだろうよ。そりゃ嬉しいだろうね。なんかいくらなんちゅうの、なんかこれだってなんかの優勝した時のあれなんだから、これがちゃんとついてたんだよ。優勝した時のあれだよ、これな。これがついてたんだ。あ、ここにあるわ、これ。これがついてたんだもん。あ、首がなくなった。あんのか。これがこうついてたんだよ、こう。結構重いんだよ。これ2、3時間しかできねえよ、俺これは。2、3時間もやるの、うん、やる時は30回ぐらいできるよ、これ。はあ、汗が出るよ、そこ、うん、汗が出て、アクリカこれ、買ったりも、うん、お名前は何ですか、なんて言うんですか。え、お名前は何と言うんですか。俺、うん、マサハルって言うの。マサハル、うん、正月の正に明治の字、うん、で、マサハルって言うの。東京に来たのは昭和36年。その時初めは土方やって、それから飛びやって、大工やって、うん、そこの登り戸で何もかもやったんだ、うん、ここで飛びになってね。で、仕事はそのうちにダメになっちゃったの、あの、辞めちゃったの。辞めちゃって出来上がっちゃったもん。もう田舎に帰るっていうことはもう帰れねえもんだって、うん、もうお前
俺のおじさんにあたるとこのもう子供がもう嫁さんもらってね、子供が生まれて俺が帰ればこの人はどこの人って逆に言われちゃう。もう顔とかもう分かんなくなっちゃってると。分かんなくなっちゃってるよ。一回帰ったんだよ俺。それっきりもう帰ろうと思わなかった。ほんと俺のおばあちゃんだ、おばあちゃんはもう死んじゃったから余計帰れなくなっちゃった。そうだよね、なんか、うん、帰ってもなんか帰る場所はなきゃね、なんか、うん、帰る場所はないのよ今、うん、もう今帰れねえよ、うん、役所の上にはね、あの今俺川崎になってんだけど、うん、田舎にちゃんとありおったんだけど、うん、税金払うのは田舎で払いおったんだけど、うん、そうなんだ。今住所田舎にはないもん。だから帰るとこはないわけよ。誰かが 俺なんか捨てるやつを俺んとこ持ってそこへぶん投げてあったから俺屋根の上に乗っけたのよ。俺んとこ黙って持ってきやがってこの野郎と思ってあっち投げればいいのによ。俺んとこ持ってきてここを置きやがんだの頭きやって。だから重みになるからいいやって。うんうん、風とかいろいろうるさいだろうね、なんかビニールとは。いや、何の音もしない。何の音もしない。うん、あのピシーッとなってっからね、音はしないよ。うん。なるほど。音はしない。ほんと電車が通らねえと、なんか足らないような気がする。うん。うん、大体の時間わかるもん。ああ、今何時頃だなって。まあ、ここ通行が多い、大変多いんですけれど、匂いとかですね、いわゆる大衆ですね、の匂いとか、それから、まあ、都市の美観上好ましくないということで、この都庁ができましたから、動く歩道を作るために一つには撤去したと思う。ほとんど皆さん喋ってないんじゃないですか。まあ、こちらと向こう側にも随分寝泊まりされてましたけどね。まあ中にはいい人もいるんでしょうけども、うん、まあこちらから声かけないのもあると思うんですけれども、向こうの、まあ、ホームレスの人も、うん、多少、まあ、こういう姿になったっていう偏見に固まってる人が結構あったと思うんですけどね。ね、歩きにくかったですよね。ね、夏すごく匂いがひどかったので、それだけ並行しましたけど、別にいることに関してはそんなに、まあ、いろいろ事情があってなんだろうなとは思ってたんですけど、汚物の匂い、そういうのがちょっと、うん、しました。食べたことはないですね。やっぱりこう、あの、こう町とか、例えばここじゃなくても市でも、そういう人たちが自立ができてちゃんと生活ができるように援助をしたり家を与えたりしてても、結局はまた戻ってきてしまったりっていうことだから、自分自身がかわいそうな人っていうよりは、自分自身がそういう生活を好んでやってると思うので、特にこう物与えたりとかっていうのはないですね、はい、いや会話したことはないですね、なんか、うん、あの向こうからなんか、ね、うん、なんか言葉を浴びせられたりとかはあったけど、どこなら散らばったなんかね、あの仮設の、住むところを建てて、そこに一応収容するというふうに名目的にはしたんだけれど、だけど、そこに入る人は入居を拒否して自分たちでどっか散らばったんですね。それで今、両国ってご存知ですか。あそこに川がありますよね。あの川沿いにものすごい青いテントわーってあるらしいです。そちらの方に移ったみたいな話を聞いたことがあります。
連中はみんなやってた連中ばっかりなんだけど、みんなあれって個人のに食べちゃうんだよね、この仕事は。ああ、はい。あの役だったらみんなやってたんだから、昔はやってたんだけど、もうああいうのみんな鎖骨神経痛になっちゃうんだよね。お前あと5年ぐらいだと思うよ。もう5年したらあんなになっちゃう。タンボール集めるの始めたきっかけって、いや、これはね、あの建築現場の仕事やってたわけで、だあんまり広い現場でさ、でリアカーでそういう材料の運搬したわけよ、構内を。でこのリアカーさ、俺も段ボール外でやれるなと思ったから、それでリアカー借りてやりだした。まあ、リアカー好きも面白いなと思ってやったんだけど、なかなかうまくいかない。僕はね、あのエマニュエル夫人が好きなの。あの映画は何十回と見てるよ。映画だけは。同じ映画を。そうそう、欠かさない。あ、また回ってきたな、だろ、まだ行く。何回見ても飽きないもん。で、テレビでやるしね。テレビのやつは飛ばすでしょ。映画と違ってさ。映画館で見るのとテレビのバージョン、その飛ばすんだ、いいとこね。お前もう今はこんな稼ぎじゃ映画館入れねえから、もう今見れねえけどね。テレビもないし、電気つけられねえもん、リアカーだから。ただあの懐中電灯する。あんま坂のところに来られたからね、平坦な道ばっかりって、あんま他にないんだよね。文京区なんか取ってまでいけねえ、坂がすごいでしょ。そんなとこあったんだよ、息切れしたよ。寸止め起こしてこれって言って、東大みたいなあの辺なんかね、大変だもん。俺一回あこ行ったことあるけど、帰りが辛くて今度下りなんですよ。踏ん張り効かねえんだよね。靴がもう減っちゃってさ、靴代ももったいないもん。段ボールは安いのに、で靴がもうやっぱり一番安いのも500円するでしょ。なんか一ヶ月3足なくなっちゃうの、すり減るもんね。このすり上げてやるから靴がもったいない。今は靴屋さんが高い、ラーメンなんか安いです。顔真っ黒だって心が白いですから、私ら、うん、中にはこうね、あの多少あの嫌う人もいるけど、私はもう嫌ましいことないからね。自分は潔癖だからね、もう悪いことしてないから、もうね、外国ですね、この間外国に持ってかれても、私は外国にいねえから、自分の体をね、あれだけね、外国さえ行けば嬉しいじゃないですかね。人間の本当の皆には言えなくても、写真に撮られた人でも、この際はこういう人が日本にいるんですよと言われて宣伝になるだけでも、自分でね、いなくなったつもりだから、ほんとは同じ人間なのね。腹減った時は食事する、ね、トイレ行きたい時はトイレ行きたい、タバコ吸いたい時はタバコ吸う、お酒飲みたい時はお酒飲んで、あと眠たい時寝るんだもんね。おはよう、おやすみなさい、こんにちは、同じことだからこれね。で全部ね、服抜いちゃうとね、生まれた状態の人間だからね、それは分かんないですよ。それを分かるようだったらね、あ、博士です。この人はね、何も汚いから、あ、この人はホームレスだって分かってね、見破れるだったら、その人はね、ノーベル賞ものですよ。あと俺らの言いたいことは、ホームレスだからね、汚い人間だからって言わないで、ただ同じ人間なんだよって言ってね、それを公表してもらいたい、それだけね。俺はあと何も言うことない。
終わりの日が来たら、まあ、目に見える全てのプチと物体を成している本体が、その体質自体が溶けて、目に見える全ての世界が目に見えなくなってしまうと聖書は言ってますけれども、これ信じますか？これを信じる人だけ手を挙げてみてください。あとは信じません？信じなければ信じないでいいんですよ。ただ結果の責任は自分で負わねばなりません。まずは何を持つべきですか？弱い信仰でもいいから、とにかくまずは信仰を持つべきだと。信仰、御言葉を、警告の言葉を、警告の言葉として聞かなかった広島の人々はみんな投下された爆弾に体が溶けて挑発して歩いていたとか いないの。いきなり広島の原子爆からその被害から逃げることはできない人々、できない人々だったのに、それをその警告を無視したんですよ。逃げていたならば助かったでしょう。これを無視した人はそこで死んでしまったんです。難しい話ではないですよ。私は信じます。ここにある記録は私は全て信じます。今日からでも信じますように主の皆で祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。手を挙げて栄光ある神様に賛美しましょう。うちのおふくろがこっち来た時ね、親父が来た時ね、静かなところで眠れたいなとは、ね、日本は静かなところで眠れない、下は地下鉄だべね、上は電車通ってで、ね、そんなので眠れないって、親父が死ぬ前に言ってたの。沖縄帰ってこいって。でおふくろがまだ生きてるからね、でこっちにいるだけって、死んだらもう向こう帰る、もう年だからね、辛い、辛いというかね、もう寂しいよね、こっちに行ったらもう。あとは、信号の窓のだけだね、誰も迷惑かけないようにね、ホームレスって名前があってね、で、上だが、浮き上がってこないよ、ダメよ、ね、こういう生活入っちゃったらね、だから、その長い時間に入って、すぐに浮き上がってくるもんだったらね、浮き上がってこれるし。だって、のんべん誰にて、ね、2年、3年もいれば、もうその泥沼に入っちゃうから、ね。だってもね、こういう生活してるの、親の言うこともね、意見も聞けなくて、こういう生活してるんだからね、でもそれなりにね、みんな一生懸命ね、生きてるからね。人間にね、した時は、ただ、死んで、あの世行く時、畳の上で死にたいなって言われたきゃあってね、ここで死んだらもう無縁仏だもん。うちの家族が迎えに来なかったら、もうそのまま遺体に行って解剖されて、それで何でもないって言ったらね、無縁仏だもん、ね、それだけの悲しさだけだよね、あと何にもないです。抽選会には中でもご参加いただけますので、お金を好み、傲慢になり、神をあざけり、親を敬わず、感謝を知らず、無節制になり、神に対して
三振で快楽を愛する者となる。我々は一部何社何人なんだよな、言えばな、中東あたりの結局難民となって何人なんだからっていうことは、結局小泉内閣の結局政治の不手際から結局中小企業の結局会社はバカバカバカって潰れてな、ほんで結局働いてる人がみんな放り出される、ほんで結局新しく学校を卒業して就職しようとするって、結局もう就職するようなスペースがもうずっとなくなってたわけだよな。ほんだからそういうあれでもって、結局こういうホームレスが結局東京にも結局去年の時点で5,585人いるわけだ、東京そうだけど。ほんでこの間横浜でラジオで放送してるけど、横浜でも今年の場合は1700人ぐらいになってるんだ、増えちゃって。俺は生まれは栃木の宇都宮在だからね、だからさっさと帰りゃどうってことないんだよな。いい図さんで偉いんだけれどもやっぱり自分の行いが悪かったからね。だから今から食いでみてもしょうがないもんな。やっぱりもう終わったことはもう考えないことですよ。そんなから俺は働いて、今朝もあれだよ、3時半頃出かけてたんだよ、新宿へ。そんなからそれをやんねえからみんなダメなんだよな。な、人を当てにしてる。人を当てにしてやいかん。やっぱり自分で働けるのは、働くねえじゃん。俺が70、こんな6だけども、77なのに、朝の結局3時頃は新宿の向こうの大久保のね、あの近い方へ行くんだから。行って、これだけがアルミ缶運んでくるのかな、向こうから。若いのが情けないんだよな。ただのおにぎりもらって空気になってるよ。こんなのダメだよ。無事に帰ればいいんだけども、俺もやっぱり、意外ことは言えねえんだよな。勝手なことしたんだよ。勝手なことやってたんで、せがれんとこ行けねえんだよ。やっぱり人間は真面目にやんないからね。俺は真面目さを書いたんだよ。ほんで俺の女房もいいんだよ、せがれと。そして行けねえんだよ。出入り禁止だよ。もう人間ってのは、捨てたもんであっても、結局、俺らが言って広がっていることは、やっぱり、虫が好かねえんだな。だから、文句言うよ。捨てたもんだからいいんじゃねえのかって言ったって、いや、それは結局、区役所でもって、収集者が預けてるな。そこ俺らがその間を拾ってくるわけだから、それは文句出るわけだな。食いねえやつは死ねばいい。そんな考えだな。この裏はね、これだよ。これを最初やったんだ、これね。中国だね。特定者以外は他人に禁止と
もしこれを破った場合は住居不法侵入罪で告訴する、異常通行すると。俺のところには人形ばっかりいるんだが、ま、だ人形の多いの地図さ。人形が好きではいけないけど、これ俺と一緒に似てんだよ、この林業。これ、こいつ。これを抱いて似てる。一番いいよ、林業は。何も言わんから。ね。普通の女だな、あなたに行こうに文句ある人は、これは全然寒いんだけども、冷たいんだよな。そんだから俺が温めてんの。私はこういうふうに可愛がると、人形つってもね、やっぱり人形の心っつうのがあるんだよね。ね、何も言わんけれども。だからもう寒い時にはちゃんと毛布の中へ入れて、俺がこうやって、こうやって抱いて寝てやる。そうすると顔の表情を見ると、嬉しいような顔するね。ね、靴は効かないけどもね。ほんで俺と逃げるんだろ。あの浅草の山谷っていうところにね、何億ってね、お金で何億って持ってる人は3人いますよ。何十億って持ってるのホームレスで。東大生もいるんだから、うん、東大卒業の人もいるんだよ、うん、あとあの芸能人じゃね、あのタモリ、森田健一ね、あれは俺と一緒だ、一緒にホームレスやってる、ね、仲間だ、あれを。あれもあれ、あの、あそこ出てるんだけどね、あの、早稲田ね。私はあの茨城へさ、引っ越したから、茨城の水戸市高で出るからね、県立トップに出るから、みんなそういう人、みんな古い人いますよ。免許証持ってる人もいるしね、今いたあの社長なんか大型西持ってるから。うん、で昔で言うと俺のあれはね、185代目の総領の息子だから、王様の娘 の, あの孫だから私は、うん、だからこっちで言うよね、昔で言えば天皇陛下と同じクラスよ、うん、何にも言えないってね。私はもう真っ赤さんにあの肩車された人間だからね、あの人は泣いて言うこう言ったよ私に。ちょっと6歳の頃から、まず6覚えてる。ね、好きで戦争やってるんじゃないと。ね、僕っつって、キャンデクレーだってね、国のね、偉い人の命令でやってるんだからね、恨まないでって。で、子供には優しいもん。ああ自分でガム噛んでたら、すぐ自分のが、あの、チューンガムくれるしね。背が大きいからおっかないようだよね。だけどね、ごめんな、限りで来てね、来たもん。あの人の以外に出ないね、大統領は。あの人、それで、食べ物にしたやつね、あの好き嫌いなかったもん、あの人は。何でも食べたもん。日本の食べ物だったら何でも食べた。横浜でね、一番最初食ったのは、サバの味噌の缶詰だから。ね、食ったの。で、うまかったです。ここだけ爆弾を落とすなよと。そして、その隣の静岡でバンバン落ちたんだから。で横浜では一発も落ちない。あの人の命令だもん。うん、いい人だな、あの人は。あの真っ赤さとのね。私は生まれは合衆国だから。アメリカ合衆国生まれ19年だから、沖縄で。こっち来たのはね、昭和36年かな。36年は復帰になってから、復帰になる前に来てたから。だから、なんか本当の住所はアメリカの、ね、合衆国にあるんですよ。で、あとはこっちにね、次の住所はこの大和にあるんですよ。だから別にね、言わないしね、苦しかったら大使館さん行けばいいのを、パスポートを持ってるしね、アメリカは生まれだから、ね、うん、沖縄はアメリカだったから、昭和19、あの
20何年まではね。だから別に怖いものないけど。